はい、それじゃあね、今回は2010年第2回第1問、問いを丸年回答解説をしていきます。はい、早速問題文でいくと、問いさんで観察された環境及び分裂器の各機能細胞数を求めると表示量になった後ね。で、表示する単、根端細胞では、どの細胞も換気の始まりから次の換気の始まりまで18時間かかるとするとね、これは細胞周期が18時間ですよって言ってるんですね。はい、まあこういうね、やつ書いていきましょうね。はい。18時間ですよと。はい。で、その後、18時間かかるとすると、ある時点で観察される細胞数が環境分裂器の各機能相対的な時間を表しているとすると、分裂器に要する時間は何時間と考えられるか、正しいものを次のうちの、正しいものは次のうちのどれか、回答番号は4番というわけですね。はい。全部で18時間かかって、で、このね、細胞の数、観察されたね、細胞の数っていうのとね、この細胞周期のね、このか、その、か、各機にね、かかる時間っていうのはね、まあ、比例関係にあるんだよっていうね。まあ、それはね、皆さん知ってるはずですね。はい。で、今回ね、求め、聞かれてるのは、換気だと。ね、換気じゃないですね。分裂器ですね、分裂器。分裂器にいくら時間かかりますかって言ってるんですね。でもですから、まあ、この割合ですよ、割合。全部でね、240あって、で、そのうちの換気の細胞でしょ、換気じゃない、分裂器の細胞でしょ。分裂器が14と8と、6と12でしょ。6と12。はい。こことここ足して20で、こことここ足して20ですから、全部で40ですね。ってことは6分の1ですね。6分の1。6分の1。ってことで 18×6 分の1で 3時間ですね。はい、3時間。答えは3時間と。ね。はい。各機のね、やつもちゃんと求められますからね。240分の14に18かけたら、ね、全機の時間がわかるし、ね、240分の8にね、18かけたら、ね、中期の時間分かるし、240分の6に、18かけたら、後期の時間分かるし、240分の12にね、18かけたら、ね、それで、何ですか、周期の時間分かるし、240分の200ってね、換気の数かけたらね、それで換気の時間も分かりますからね、まあ自分でね、各自ね、求めてみてください。はい。それではね、これで2010年第2回第1問、問いをまずね、回答解説を終わりにして、次の動画で2010年第2回第1問、2010年第2回第1問問い5番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。